神谷のおばさん。俺が中学の時、神谷のおばさんという有名人がいた。同級生の神谷くんの母親なので、神谷のおばさんなわけだが、近所はもちろん、同じ中学のやつ、ほとんど神谷のおばさんを知ってるくらい有名人。見た目は普通のおばさんなんだけど、とにかく話を聞くのも話すのも上手い人で、地元じゃ有名なヤンキーすら、神谷のおばさんに怒られちゃしょうがないって悪さはやめるくらい。俺たち中学生のくだらない悩みとか相談を真剣に聞いてくれたし、本気で怒ったり励ましたりしてくれる人だったな。親とか先生には話せないことを相談できる大人って感じ。みんなの母ちゃんっていうか、で、神谷のおばさんといえば、怖い話って思い出すくらい怪談物が得意だった。内容は多分よくある怪談なんだけど、とにかく話し方がうまいんだよ。むちゃくちゃ怖くて、女子なんかキャーキャー大騒ぎになるくらい。そんな神谷のおばさんに関する話。俺が中二の秋、クラスに転入生が来たんだよね。秋山くんって言ったと思う。田舎だったからあんまり転入生とかなくって、結構注目されてたような気がする。背が高くて顔立ちも整ってて、いかにも女に受けそうなやつだったなってのが俺の第一印象だった。最初の頃はみんな秋山の周りに行ってあれこれ世話してたんだけど、日が経つにつれ、秋山は皆から避けられていった。犬に石ぶつけてた。犬が怪我してもやめないの。猫を思いっきり蹴って、猫がピクピクして身動きしないのを踏みつけようとした。などという噂が立った。もちろん担任の耳にも入り注意されてたみたいだけど、母親が乗り込んできて、学校で悪いことしてないでしょ？勉強だってできるんです。犬猫に何したって成績良ければいいじゃないですか。と大騒ぎしたらしい。今で言うモンスターペアレンツだったんだな、その母親。噂では前の学校でも問題を起こして母親と学校が揉めたらしく、それで両親が離婚。母親の実家に戻ってきたってことだった。うちの母親が地元出身で、この秋山母のこともよく知ってたとかで、そんな噂も俺の耳に入ったわけ。しかし、うちの担任は熱血感で、はい、そうですか、とは引き下がらない。命の大切さ、弱いものを慈しむ心、教育とは勉強だけじゃないんですよ、と全面的に争う姿勢。日頃担任をざがってたヤンキー連中すら全くだと応援してたのがおかしかった。とにかく秋山は怖かった。ヤンキーとかの不良に感じる怖さじゃなくて、得体が知れない闇みたいで、本気でみんな怖がってた。ある日、俺が神谷ん家に遊びに行くと、ちょうどおばさんと神谷が買い物に行くところだった。近所のスーパーなんだけど、米やら重いもの買うから付き合うんだとのこと。なら俺も付き合うよと三人でスーパーに向かう。買い物中、秋山が少し離れたところにポツンと立ってるのに気づいた。秋山の家はここからだいぶ離れてる。ちょっと買い物にしては不自然だった。俺は神谷のことを肘でこづいた。神谷もすぐに秋山に気づいたみたいだった。なんでこんなとこにいんの？あいつ。知らねえ。ひそひそやってたらおばさんが後ろからすっと顔を出した。あれ、あんたが言ってた秋山くんって子？
とつぶやく。よくわかったなぁと二人でびっくりしてたら、あれはダメ。近寄らないでね。それしか方法がないわ。それだけ言うとおばさんは買い物に戻っていった。今までどんな不良でも決して見捨てなかったおばさんの一言がえらいショックだった。うちの母ちゃんがあんなことを言うなんて、と神谷もかなり驚いたらしい。それからしばらくして秋山がぱったり学校に来なくなった。でも誰も心配しなかったし、むしろこのまま来ないでほしいという空気だった。何回か母親が学校に乗り込んできて、いじめがあったはずよ、だから息子はおかしくなったのよと騒いでいた。いじめはなかったけど、クラスで孤立していたのは事実だから、何かごちゃごちゃはしたらしい。実は俺の家にも秋山母が来たんだよね。うちの母ちゃんのこと向こうも知ってたみたいで。あんたの息子がいじめたんじゃないの？うちの子が出来がいいから妬んでた。どうせろくでもない息子だろ。お前の息子が狂えばよかった。最初は穏便に追い払おうとしたうちの両親も最後はかなり切れてたな。俺はなんとなく悲しかった。ああ、このおばさんも狂ってるんだなって。三学期も終わり、春休みのある日、俺は神谷の家に遊びに行った。おばさんと三人でおしゃべりしているうちに、ふと秋山の話になった。実はずっと気になってたんだよね。なんで秋山に近寄らない方が良かったのか。秋山は結局学校に戻らなかった。完全におかしくなっちゃって、今でも病院らしい。秋山母も離れた病院に入れられたらしい。秋山の祖父母は我関せず。あんな気違いうちの人間じゃないから死ぬまで入院させておいてくれと言ったとか。そんな話と家まで怒鳴り込みかけられた話との後、俺は神谷のおばさんに聞いた。結局秋山は何だったの？おばさんは少し考えた後、人間ではないと答えた。一目見て分かったよね。もう人間じゃなかった。本当の秋山くんは多分普通の子だったと思うよ。小さい頃から少しずつ食べられて、本当の秋山くんはもういなくなっちゃってた。秋山くんの皮の中にドロドロした念が詰まって、人間の形になってるだけ。俺も神谷も驚愕した。今まで階段はよくしてくれてたけど、こんな霊能力者みたいなことをおばさんが言ったのは初めてだったのだ。なんでそんなことになっちゃうの？怖いよ。真剣にビビる俺。神谷も真っ青だった。親の因果が子に報いってやつかしらね。あの家のおじいさん、何人も人死なせてる。直接殺したわけじゃないけど、あのおじいさんのせいで死んだ人がたくさんいる。秋山くんのお母さんが歪んでるのはそのせい。でもそれじゃ収まらなかったから、秋山くんまで行っちゃったのね。死んだ人の恨みとか呪いがまがまがしいものを呼んで、秋山くんは食べられちゃった。かわいそうに。そんなのないよ。じゃあ秋山悪くないじゃん。神谷が言う。
因果ってそんなもんなのよ。個人じゃなくて血にたたるの。親しい人とかね。あんたらも心しておきなさいね。そういうのには人間の理屈は通用しないのよ。神谷のおばさんは最後こう言った。見てなさい。あのおじいさんだって。さーて、お夕飯の支度しよっと。あ、木村くんも食べていきなさいね。と、おばさんは普通に台所に消えていった。俺と神谷はすげえ落ち込んでた。だって、自分が悪くないのにそんな目に遭うなんて怖すぎる。なんとなくこの話は誰にもしない方がいい気がして、俺と神谷だけの秘密みたいな扱いになった。その後、秋山の祖父は病気になり、全身が麻痺。寝たきりになった。祖母は看病疲れで亡くなり、じいさんは施設に入れられた。秋山の祖父は昔は強欲な金貸しやってて相当悪どかったと後から聞いた。じいさんが入れられた施設にうちの母親の同級生が勤めていて、その人の情報だと全身硬直していて座ることもできない。それなのに痛みが止まらない。いくら処置しても床ずれが治らない。床ずれから感染していろんな病気になる。それなのに死なない。あれは生き地獄だよ、と。結局じいさんはつい最近まで、つまり20年近くそのままだった。秋山母と秋山に関してはよく知らない。生きているのか死んでいるのかさえ。結局すべて偶然なのかもしれない。秋山祖父はただ性質の悪い病気になっただけで、秋山母と秋山は精神病を患っただけ。だって、世の中には何も悪いことしてなくても病気や事故で不幸な目に遭った人はいっぱいいるし、それでも俺は未だに墓参りや法事には真剣に参加してる。ご先祖様ありがとう。皆のおかげで俺は幸せに暮らしてます。と。